武田勝頼。武田氏を滅ぼした愚将というイメージですが、実際はどうだったのでしょうか。勝頼は、1546年に、武田信玄の四男として生まれました。母は、信玄が滅ぼした諏訪領主、諏訪頼重の娘、諏訪御領人です。勝頼は、諏訪家の家督を継ぎ、 諏訪市の通り寺であるよりを受け継ぎ、諏訪市郎勝頼と名乗りました。信玄に7人いた男子の中で、唯一、武田氏の通り寺であるのぶを継承していません。しかし、1565年、信玄の嫡男である武田義信の家臣らが、信玄を暗殺しようと密謀したため処刑され、義信自身も幽閉された後、自害させられました。 次男の信近は盲目で出家し、三男の信行は創生していたため、四男である勝頼が信玄の後継者になりました。1565年、勝頼は信長の命にあたり幼女となった流上院と婚姻しました。そして、1567年に着男信勝が誕生しました。信玄は、 三方ヶ原の戦いで徳川、織田軍を撃破した後、1573年に上洛を目指す途中で死去したため、勝頼は武田家の当主となりました。江戸時代に書かれた紅葉軍艦には、信玄の遺言が書かれています。信玄自身の死を3年間、一せを。勝頼は、着難の部活が16歳になったら、 家督を速やかに譲ること。信勝相続後は、その貢献人になること。孫子の旗、俗に言う風林火山の旗や将軍地蔵の旗などを掲げてはならない。などと書かれています。真偽は不明ですが、勝頼は、厳しい立場に置かれていたことは事実です。武田家の家臣たちは、 独立心の旺盛なものが多く、信玄のカリスマ性により、強い結束力を誇っていました。しかし、家督を継いだばかりの勝頼にはカリスマ性はなく、また、勝頼が、諏訪家の名跡を継いでいたため、家臣たちの中には、勝頼が武田家当主となることを不満とする者が多くいました。勝頼は、 家臣たちを統率していくことが非常に難しい状況の中、武田家を率いていきます。信玄が死んだ後、織田信長の行動は敏速でした。同じ年の1573年、朝倉氏と浅井氏を滅ぼし、将軍、足利義明を追放しました。一方、徳川家康は、 奥三河の奥平貞吉を調略し、脱回した長篠城に敗し、武田軍の進攻に備えました。武田勝よりも攻撃に出ます。1574年に東美濃の小田領に進攻し、明智城を攻撃します。信長は、尺南の小田信忠と共に出陣しましたが、すでに、 武田軍により、明智城は陥落していたため、織田軍は退却しました。さらに、勝頼は、東東海の徳川領へ侵攻し、父、信玄が落とせなかった高天神城を陥落させました。そして、天竜川を挟んで徳川軍と退陣し、浜松城に迫り、城下に火を放ち退却しました。信長は、 一向宗との戦いのため、援軍を出すのが遅れ、間に合いませんでした。1575年には、勝頼は、1万5000の兵を率いて、三河への侵攻を開始します。奥平貞義が守る長篠城を別動隊に包囲させ、勝頼本隊は、三河に侵攻し、 浜松城と岡崎城を分断しようとします。武田軍は吉田城に迫ろうとしますが、家康は浜松城から出陣し、吉田城に入りました。家康は必死に守り抜き、落とすことは難しいと考えた勝頼は、長篠城まで退却し、包囲を続けました。武田軍1万5000は、 長篠城を包囲しました。城内の守備隊は500人ほどでしたが、約200丁の鉄砲を持っており、また、長篠城は、二つの川と、断崖絶壁に守られた天然の要塞であったため、武田軍の猛攻にも、何とか持ちこたえていました。しかし、兵糧蔵が焼かれ、食料が尽きてきたため、奥平の政は、家康に、 救援を早く送るように要請していました。信長は、紀内周辺での一向宗との戦いを切り上げ、3万の兵を率いて、岐阜城を出陣し、家康軍8000と合流し、5月18日に、長篠城から2キロメートルほど離れた設楽原に兵を進めました。信長は、兵が大軍であることを、 武田軍に悟られないようにするため、前衛隊を流しの城近くまで進めました。設楽原では野戦築城を作り始めます。弁護川を堀に見立てて、城壁の代わりに馬防柵を20、3 2に設け、武田軍を設楽原に誘い込む作戦です。また、兵を武田川から見えないところに配置しました。 一方、武田軍は、織田、徳川軍が不人したとの知らせを聞いて、軍議を開きます。公葉軍艦によれば、信玄時代から仕えている武田四天王と言われる、山形正影、馬場信春、内藤正人よらは、織田軍との戦いは想定していなかったので、撤退を進言したとされていますが、勝頼は、決戦を行うことを決断しました。そして、 5月20日の夜、勝頼は、長篠城の方位に3000ほどを置き、残り1万2000で、設楽原に向かいました。信長も、深夜に、家康の中心である堺忠次の案を採用し、弓、鉄砲に優れた徳川軍2000ほどと、織田軍の鉄砲隊500を加えた、約4000の兵を堺忠次に引きいさせ、 長篠城を包囲する武田軍を奇襲するように命じました。境隊は、迂回して、南側から尾根ず隊に進み、翌日の夜明けには、飛び出す山砦を攻撃し陥落させ、続けて、残りの四つの砦も落としました。さらに、残りの武田軍も撃退しました。これにより、武田軍は、退却路を塞がれました。 たらヶ原でも朝6時頃から戦いが始まっていました。新潮後期には一番目に山形正影が新軍の合図の押したい子を撃ってかかってきた。しかし、鉄砲で散々に打ち立てられ、引きしりぞいた。と書かれています。武田軍はその後も次々と突撃していきますが、小田軍の大量の鉄砲の前に、 いずれも退却していきました。武田方が長篠城を包囲していた砦が落とされたと知ったのは突撃を繰り返していた最中だったと思われます。勝頼はおそらく退路が立たれたと思ったことでしょう。織田徳川軍の鉄砲の数は千丁とも三千丁とも言われています。一方、武田軍も 数百丁の鉄砲を持っていましたが、戦いの途中に、鉄砲の弾がなくなりました。武田軍は、退路を塞がれ、前に突撃するしかありませんが、下田原は、前日までの雨でぬかるんでおり、思うように攻撃を仕掛けられません。それでも、土山正つの部隊は、三重の策を突破しましたが、鉄砲で撃ち取られました。 果敢に突撃を続けていた武田軍でしたが、兵が次々と打ち死にしていくと、敗色を感じた穴山梅雪と武田信豊の隊が、勝手に撤退を始めました。すると、武田軍は人形が崩れていきました。この状況を見た信長は、総攻撃を命じます。撤退を拒んでいた勝頼ですが、 午後二時頃、ついに撤退を決断します。この時、しんがりを務めたのは馬場信春です。信春は、勝頼を援護し途中まで退却すると、引き返し、内藤正豊と共に、織田軍に向かって突撃していき、壮絶な打ち死にを遂げました。その他にも、 山形正影や原正種は重心も打ち死にしました。勝頼は、わずか数百人の兵に守られながら、武説城から、信濃の高遠城に退却していきました。信長は、深追いはしませんでした。武田軍の大敗北です。武田軍の戦死者は、諸説あり、 数千人から一万人ほどと言われています。勝頼よりに撤退を進言したと言われる武田氏天皇の山形正影、馬場信春、内藤正人よそして原正種、土屋正継、真田兄弟らの重臣が討ち死にしました。特に、新朝後期には、馬場信春の活躍は、比類のない、立派なものであったと書かれています。 通常言われていた小田軍の鉄砲の三段落ちはなかったというのが定説となっています。また、武田軍も数百丁の鉄砲を使用していたと考えられます。しかし、武田方は鉄砲の弾丸に使用されている鉛や火薬の原料である小石の確保に苦労していたと言われています。そのため、 合戦の途中で弾切れとなりました。一方、信長は、境を通して、中国や東南アジア、南蛮貿易などから、大量の鉛や小石を輸入しており、鉄砲の弾丸や火薬を、豊富に戦場に持ち込んでいたため、途切れなく鉄砲を撃つことができました。そのことも、武田軍が敗れた原因の一つです。 武田の騎馬軍団は存在しなかった。という説があります。新潮後期には、関東州は、馬上の戦いが上手で、馬を用いてかかってきたと書かれているので、少人数の騎馬隊での突撃はあったと思われます。なお、この頃は、現在の西洋馬のサイズではなく、ポニーを一回り大きくしたサイズの馬しかいませんでした。 長篠の戦いで大敗北を喫した武田勝頼ですが、これから武田軍を立て直そうとしていきます。後編に続きます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。